はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、つば太郎です。動画をね、まあ数日、3日かな、出さなくてすみません。ちょっとね、言い訳じゃないんですけど、本当に忙しくて動画出す暇が、ありませんでした。久々の動画なんですけど、今回はね、プレイ動画ではなくアップデート情報になります。皆さんもねもう知ってるとは思うんですけど、ついに、5年越しですね、ガチャに可能性じゃねえわ、パーセントね、排出率がついに出るようになりました。ただしかしね、見るためにはね、このガチャのラインナップを押さないといけないみたいですけど、押せばね、出てきてくれるということなので、で、1個、注意でもないんですけど、基本的に魔法石を消費するガチャじゃないと、このパーセンテージ出てこないみたいですね。だからこの友情ガチャのとこラインナップ四角くね、赤く囲られてるけど、多分出ないんじゃないですかね。なんか下にそんなこと、ここですね、魔法石を消費しないガチャ、友情ガチャ、ゲーム内メールから行うガチャなどは確率表記の対象外となりますとのことなので、おそらくレアガチャのみ、あとコラボとかね、そこら辺ですかね。でですよ、これなんかぼんやーりこのブリキッドとかオイフェとか見えますけど、そもそもね、パーセンテージがこれ多分 3% ですよね。めっちゃぼやけてますけど、この形、1桁なのは間違いないと思います。 3. 何%とかね、 3.0%、 3.5%、 これ 3.0 の形っぽく見えますけど、どうなんでしょうね。で、こっちのちゃんとね、他のラインナップも、記載してくれるみたいなので、本当に全キャラ映るみたいですね。で、これ半予言に近いんですけど、絶対に YouTube のサムネイル、動画のね、画像あるじゃないですか、動画が始まる前のあの画像ね、あそこに絶対に誰かしらが何パーを引くみたいな、絶対出てきますね。多分僕もやると思うんですけど、その神引きしたらね、一発で何パー引いたとか、もう有名な、パズドラのね、配信者たちはそれやること間違いなしですね。特にナッチさんとかね、あそこら辺すぐそういうサムネイル出してくると思います。半予言ですけど、もう誰にでも予言できることなんで半予言としておきます。そして一部の、モンスターのスキル変更、これがね、僕的にはありがたかった。確率表示よりも、ちょっとありがたかったかな。確率表示はね、こんだけガチャ引いてると、あったらテンション、ちょっと下がるぐらいのものなんで。あった方がね、追加金、追加の課金をね、するかしないか、ちょっとためらうことができるので、その点はありがたいとは思うんですけど、ね、どうしても引かなきゃ、それこそ、一時の、天妻が土とかね、あいつ以上に引かなきゃいけないやつっていなかったと思うんですけど、エドが惜しいぐらいかな。ちょっとエドはね、そのフレンドにいればなんとなくどうにでもなってしまうんですけど、天妻はね持っとかないと意味がないキャラだったんで、ああいうキャラがね 2% とか書かれると、うわー 2% かーってなると思うんですよね。絶対になると思う。だから今度のモンハンコラは怖いです、本当に。天津級のね、あれはね、山本 P がね、引いたから強くなっちゃっただけなんですけど、そんなことはいいや。今回はスキルですね。はい、ついに、前々から告知されていたように仮面たちにもスキルが、付与されるということで、これかなり嬉しいですよね。転生の間とかね、あるじゃないですか。あれでやっぱり転生って属性の偏りが今まで出てたんですけど、僕もなんか赤が40体ぐらい余ってたのかな、つい最近まで。30体とかまで減ったと思いますけど、そういうね、仮面をちゃんとスキル上げ素材として使えるっていうのがね、非常に嬉しいところではありますね。特にこの今の仮面たちがつけているスキル、結構新しいものから汎用性高いものまでね、ついてくれたので、今後はね、この子たち売らないで済む。特にこのドラゴンフラワーとかって、ドラゴン、何でしたっけ、フルーツじゃなくて、パイナップルみたいなやつ、あいつを取るためにめっちゃくちゃ持ってたから、めっちゃくちゃ売ってたんですよ。多分、かれこれ、
パズドラ始めてから考えると戦隊は確実に売ってるんですけど、まあそういうキャラにもね、なんと、スタワイクラのこれあれですね、アウストラリスの、スキル、まあフェスゲンのスキル、あ、元フェスゲンかのスキルが、まあ、つくということなので、今後はね使い道かなり増えてくるんじゃなかろうかという感じですね。まあ裏を返せばそのスキル上げこいつらになったことで、今までみたいにねボックスに眠ってる素材で上げるとかあまりできなくなりますけど、まあスタミナね10とかでドラゴンフラワー取れるので、わりかし良心的なスキル上げ素材ではないんでしょうかね、きっと。はい、というわけで、まあ、今回はねこの2つプラス、これですね、ジルレガート降臨に関する不具合を修正します。まあ、ここはちょっといいか。その他、細かいブラッシュアップを行います。これ意外とね変化してることあるんで、まあこの目玉はこの2つガチャのね確率表示と、あとはね今のスキル上げ素材ですね。はい、というわけで今回はねこういう感じの動画でちょっとね短くなった上にプレイ動画ではないんですけど、こっからね頑張って開けていきたいと思いますので、引き続きねお待ちください。はい、というわけで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それでは。